はい、皆さんこんにちは。今回はですね、仕事編をお送りしていきたいなと思います。私現在ですね、ニュージーランドでウーフというのをしています。ウーフというのはですね、お仕事をお手伝いさせていただく代わりに、食べるものと住む場所を提供していただくというものなんですが、目的はですね、ニュージーランドとか、現地の食文化、オーガニックな食文化を学ぶっていうのが、目的になっています。なのでお給料はないんですが、現地の食文化を学ぶことができますので、将来ですね、今ちょっとコロナとかで大変なんですが、将来もしこうオーストラリアとかニュージーランドに行きたいという方は選択肢の一つになるかなと思います。ここでのですね、お仕事はですね、主に3つあります。このですね、小さな苗から大きなバッグに植え替えるっていうのが一つの仕事と、この後お見せするんですが、ガーデニングのお仕事と、あとですね、植物を植えるっていうお仕事がありますので、この3つ、簡単にご紹介できればなと思います。で、まず、1つ目の、お仕事ですね。ちょっと早速やっていきますね。はい、まずですね、この大きなバッグに土を入れていきます。こんな感じですね。スコップで、掘って、土をたくさん入れていきます。植物の寝る場所なんで、植物のベッドを作っていくような感じですかね。こうしてと、もう少しかな。はい、でこうやって揺すってあげて、均等にしてあげて踏みつけますね。でこの植物の、ベッドの上にこの植物を置いてあげますね。ちょっと周りを、ほぐしてあげてと、で反対から押してよいしょ。ちょっと高かったかな。少し掘ってはい、でここに土をかけていきます。でしっかりと、土を押してあげて、固めますね。最後に上を簡単に鳴らしてあげます。こんな感じで、そしたら、これで完成です。でこれをこの台車に入れて、で全部埋まったら、その後にこっちに植物が置いてあるんですが、正しいカテゴリーのところに置いたら、それで、完了という形ですね。はい、ということで1つ目の仕事は以上なので、2つ目ご紹介しますね。はい、では次に、2つ目の、お仕事をご紹介したいなと思います。今回ですね、ガーデンを作らせていただきました。で仕事の順番としてはですね、まず、こっちにもですね、こんな感じの雑草が生えていたので、こういう雑草をすべて抜いて1箇所に集めました。でこの雑草は、肥料に使ったりとか、次また雑草が生えてこないように、なんかグラスカッピングとかっていうんですかね、雑草が生えてこないように使ったりもしましたね。でまず最初に、雑草を抜いた後に、この辺り、土を耕しました。で土を耕した後に、種まきしましたね。土を、きれいにしたりするんですが、その後に、種をまきました。でその後最後に、もちろんですね、浄土でお水をあげたりして、最後に鳥が来ないようにネットを敷いてあげて、鳥が来ないようにするっていう感じですね。結構作業的には大変で、3時間とか5時間とか結構長くかかったんですが、こんな感じの仕事も、しました。で結構、ガーデニング自分たちで、少しだけ考えて作ることができるので、結構、面白くて貴重な経験だったなというふうに思いました。はい、では最後ですね、3つ目のお仕事をご紹介したいなと思います。最後はですね、ここにある小さな芽を、こちらの、プラスチックの袋に入れていきたいなと思います。はい、ではですね、ここにですね、芽が置いてあります。で根っこがですね、太陽に当たってしまうと根っこが悪くなってしまうので、根っこの部分は土でかぶせるようにしています。はい、で流れはですね、1つ目の仕事と似ていて、まずですね、このプラスチックのバッグの中に、
土をこんもりと入れていきます。で少し下を固める感じですね。でそこに根っこのついたこんな感じの植物を植えていきます。はい、こんな感じですね。で植物が真ん中にするようにして固めてあげてと。はい、で土をかけてあげます。よいしょ。なったら、完成ですね。はい、で完成したら最後、プラスチックの袋の中に入れてあげます。こんな感じで、ここの白の発泡スチロールの中にあるたくさんの目のやつから、目のやつを、このプラスチックの小さな袋に入れていくっていうのが、3つ目のお仕事でした。はい、ということで今回はお仕事をご紹介させていただきました。お仕事を通して植物とか野菜のことに詳しくなったり、お仕事を通して現地のニュージーランド人の方と交流をすることもできるので、すごく充実したものだなというふうに感じます。なのでもし将来ニュージーランドに来ることを検討している方はぜひ考えてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。